お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、まあ1週間後ですけれどもね。はい、あのアルチビオさんにまたやってきました。やってきました。で、この前、用意したデザインから、まあ、デザイナーさんの方、佐藤さんと一緒にこういうのがどうですかって教えてもらって、今ゆくちゃんと2人で決めました。はい、2つ、はい、そうです、2つ、うん、2種類作ったので、はい、それをこういうふうに作ったっていう経緯を今からお話ししますので、皆さんご覧ください。お願いします。よろしくお願いします。はい、今回トップス2枚、あとソックス1枚っていうことで、はい、ノースリーブの方はやっぱそのちょっと可愛い路線で行きたいなと、はい、もう気持ちが固まったので、はい、と色物もちょっとノースリーブの方は入れたいなと考えております。はい、で新しいモチーフというのはこの、はい、リンゴルフさんのマークとアルチビオのマーク、うん、モチーフを掛け合わせて作ったモチーフが基本になるわけですよね。これが仕上がったとサンプルですね。はい、なんかコラボ感が出てます。はい、はい、で、まあ、ここはちょっと、まあ、縦線ストライプが入るんで、はい、ちょっとスポーティーな、はい、で今回のテーマのスポーツかわいいで、はい、まあ、やっぱちょっとここに縦線が入るだけで、うん、スポーティーな感じができるかなと思って、であと首元の襟を折り返して割ることで、うん、ハイネックなんだけどもポロ襟に見えるものですよね。はい、でこちらはノーマルのハイネックですよね。うん、でどちらでいくかっていうのを決めたんですよね。はいはい、ちょっと、まあ、襟はこっちポロシャツタイプも同じ襟になるので、はい、まあ、じゃあこっちモックネックにしましょうってなりました。はい、でもこの際皆さんやっぱちょっとお化粧がつくなとか結構考えるんですかね。多分できる時にね。そうですね。だから、うん、まあできるだけ首元伸びる素材でを使っていけば難なく着れると思いますし、はい、あとはモチーフを、こちらの方はキラキラのシルバーで表現しているんで、うんうん、かなりクールなイメージになりますけども、はい、こちらにすると、まあ可愛らしいイメージになると思いますんで、うん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 、そうですね。どっちの方が皆さん好みですかね。ちょっとグレーでリンゴはグレーで、はい、上のここの A と旗マークは赤で、まあ、今のところ、こっちの、うん、こっちで方でいきましょうか、はい、ということで進めます。ちょっとまあ元気な感じでいきたいなと思って、はい、しかもイエローだと多分こっちのもともとのリンゴルフのスカートとかも多分すごい合いそうですよね。はい、ね、イエロー、はい、ホワイトでも可愛いですし、でこちらのモチーフがモノトーンできているので、はい、トップスにこういう色が入った方が、うん、どちらもモノトーンで合わせるよりも、うん、こういう組み合わせの方が、うん、コーディネートとしてはすごいインパクトあると思いますし、うん、そういう意味ではいいと思います。映えそうです。はい、ではこれでサンプルを進行していきましょうか。はい、ノースリーブの方は、はい、はい、お願いします。はい、では半袖の方ですね。はい、半袖の方で、はい、これ4パターンちょっとデザインが上がってきておりますね。はい、はい、もともとは多分前回は多分こういう感じにしましょうってなって、でもうちょっと型増やしていただいてデザイン増やしていただいてリンゴマークが胸元に来るバージョンも出してもらいました。はい、アルチビオのロゴとリンゴルフさんのロゴの間にハートが入るという見せ方ですよね。はい、ちょっと丸みがあって、で、あえてこのロゴを小さめに表現してるんで、うん、はい、このモチーフがすごく映えると思います。うんうんうん、シンプルでいいですよね。はい、という意味合いでこの、はい、とりあえずその候補として、うんうんうん、4型デザインしてもらったんですけども、はい、どうですかね。うん、ここにちょっとリンゴマークが入ると、うんうん、ノースリーブの方とちょっとなんかデザインが似ちゃうかなっていうのがあって、はい、まあ、差別化はできますよね、こちらと、はい、差別化ちょっとしたいなと思うので、はい、ということで、うん、デザイン的にはこちらに決まったんですけども、はい、もう少しこのノースリーブとの差をつけたいということで、はい、出来上がったのがこちらの、はい、はい、デザインです。はい、色がもともと白ネイビーだけの手だったんですけど、じゃあもうちょっとクールめにっていうことで今回ちょっとブラックも入れてみようと思います。はい、はい、リンゴルフ今までのウェアで多分黒ないんですよ。あ、そうなんですか。だいたい紺で白黒にした場合、はい、白黒だけでいいのか、うん、まあもう一色刺すのかということで、うん、選んでもらった色がシルバーグレーですよね。シルバーグレー、はい、
はい、シルバーグレー入れることで、ちょっとこちらの方は、クールなイメージになると、うん、でそうなった時にこのリンゴの表現を、うん、グリーンでしていいのかどうかという話になりましたね。悩みましたね、はい、で、どうすれば、こちらはかっこよくなるかというふうに考えた時に、うん、このリンゴの部分を、シルバーで表現しましょうかと。キラキラと、キラキラと、はい、でまあこれまあ一つの例なんですけども、この辺りのこのシルバーでリンゴを表現すると、うん、可愛くなりすぎない、うん、はい、かっこよいイメージになるんかなと、うん、ね、ちょっと腕の袖がちょっとキラッと光ったら、はい、かっこいいんじゃないかと。そうですね、で、うん、それだけだとちょっとクールすぎるので、こういう部分的に赤を入れてあげたり、うん、あのアルチビオとリンゴルフの間にこのハートの赤が入るので可愛らしさも一応入りますんで、うん、ね、あのかっこよい感じになると、うんうんうん、楽しみですね、これは、はい、結構シャープな雰囲気になると思います、はい、は最後にソックスですね、はい、ソックスです。もともとちょっとここ、まあ、色を入れようっていうなってたんですよ ね、 そうですね、このイメージですよね、はいはい、リンゴです、はい、でもやっぱちょっと子供っぽくなってしまうかなっていうので、はい、ちょっとこっちの方のリンゴはちょっとモノトーンにしようなりました。モノトーンの方がね、まあ、合わせやすいですけどね、はい、リンゴの形で可愛さも出るので、うん、はい、ハイソックスになった場合はこういうボーダーが入ってくるという感じですよね、折り返すとボーダーのラインが見えるんで、はい、2杯の時にはここはシルバーの糸で、はい、出しますので、キラキラかなりあのキラキラでいいんじゃないかと思います。すでにもう欲しいですね、はい、はい、で、展開色としては、はい、ネイビーとグレーですか、うん、ネイビーとグレーなものなんですけど、はい、ちょっと変化球入れたいなと思って、はい、最近はあの結構その韓国 の、 その選手が入ってる方多いんですけど、ホワイトを入れようって、はい、思いました。ネイビーのソックスには、ストライプが 白ですね、はいはい、でグレーには赤、グレーには赤というのはこのトップスと同じ配色ですよね、はい、で白の場合は黒の、はいはい、ラインになるということで、はい、まあ、全色あってもね、多分すごい使えると思います。多分合わせやすい色ばかりなので、はい、便利だと思いますよ、便利だと思います、はい、グレー、白、はい、ネイビー、まあ、グレーもそんなに濃いグレーじゃないので、ライトグレーなの で、はい、で赤が効いてくりますので、うん、全然地味にはならないと思います、うん、楽しみにしてます。楽しみです。私全部買っちゃうんじゃないかなって、サンプルできてから、はい、出来を見て決めてください。これからサンプル、はい、お願いします。これでも、うん、あれですよね、トップスとソックス作っちゃったら本当はスカウトとか欲しくなるよね。そうですね、欲しいですね。トータルコーディネートで出したいですよね。ちょっとこれ欲しいですね、うん、ちょっとまた考えましょう。で、多分これの宣材写真撮るときに来てくださいっていうやつとか、うん、多分なんか、はい、そういう素材作ると思うんで、はい、その時アルチビオに使う体制とか、うんうんうん、ゴルフに使う体制とかして、そうですね、でもどっちも合わせられますよみたいな素材を作っていけたらなと思いました、うん、はい、楽しみですね。楽しみです。じゃあ次サンプルなんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。